ああまたラジオ体操でいらなくて。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん来た。おや、おはようひかりちゃん。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。なんでひかりを見てそういうこと言うわけ。だってこいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫背負ってるだろ。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あはははおばちゃん、違うんだ、一度笑いじゃないの。あ、やすこ姉ちゃん、おはようございます。あれ、どうしたの。うちの妹、ひかりって言うんだ。よろしくね。結構きつい性格してるよね、うん、してるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。私、男の子って大っ嫌いなんだ。え、なんで。だって、ここんちの男の子、いっつもひかりに意地悪ばっかしてくんだよ。しげるくんなんか、私の上履き隠したりするんだもん。そうなんだ。あれ、でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんでひかりにそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかくひかり、もううちの方に帰るね。男の子がいたずらする理由って言ったら、女の子が気になってるっていうことなのかな。ね、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。ほう、行く行く。いいね。またデートに誘われちったよ。とりあえずこっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。はい。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。3日損してるからな。いや、今日でも虫キングしたいんだけど、とりあえず昨日砂糖水を仕掛けたあの木へ行こう。あ、おっちゃん、おっちゃんに最近話しかけてなかったな。そんな子、魚いない、ここに。なんだその。ボクちゃん、もう釣りやった。やったよ。はい。港の中でアジみたいにキラキラ光る魚を釣りてえときは、はい、サビキ釣りの仕掛けだぞ。なんで。針に細工がしてあって水の中でキラキラ光るんだ、うんうんうん、それを上下に動かすと魚が誘惑されて食いつくのさ。誘惑がカタカナなんだ。そうなんだ。アジだけじゃなくていろんな雑魚もかかるけどな、うん、まあそれも楽しいってことよ。そうだね。もう一回話しかけるか。釣りはな、うん、海っぺりに行って三角ボタンだ。海っぺりに行ってね。丸ボタンだと海に飛び込んじまうから気をつけな。はいよ。さ、そんなことよりも虫キング。来た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 。なんか強いの来い。あれ？来た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 。やった。またか。こいつもう信用できないんだよ、ノコギリクワガタっていうのは。一匹しかいないのかな。あれ？来た。まっ。47ミリ。もういないかな。あれ。無限脇か。全部ノコギリ。どんだけノコギリいるんだよ、ここ。38ミリ。ちっちゃいね。まあ、一応全部入れよう。チェ。さて、安子姉ちゃんとおデートでも行きますかね。時間を無駄なく。いた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 。あ、来た来た。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。なんで。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな。さ、なぜでしょう。なんで。本人に聞いてみたらいいかもね。なるほどね。ん、黒いの飛んでないか、そこに。黒くないか、そいつ。これはレアな匂いが。小紫。やった。ガキ使の AD ではありません。やったじゃん。やっぱり森の近くに来ると
空気がしっとりしてて美味しいな、うん、そうかな。マイナスイオンだね。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。嫌なことを言うんじゃないよ。お墓の3秒ルールって知ってる？何？え？どういうこと？この石段の上にお墓があるの。あるね。だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。そんなあったな、子供の頃。じゃあ息を吸って行くぞ。息吸った後に喋ったらあんまり行け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 僕行けなんだかなって感じ。行くぞ。お姉ちゃん本気で走ったの久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。行っちゃった。僕だって負けないよ。あ、これこれ、そっちはダメだって。なんでこっちダメなの。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。なんで言うこと聞かないっていう。誰もいないのかな。どうしたの。実はね、ここ私の幼馴染の家なの。そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ、ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。なんか田舎あるあるな感じですね。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。チビスケ、三毛猫、泣いた、笑った、ラララララン。セーブ画面、ラララララ。いつも一人ひだまり、三毛猫、友達できた、ララララランラン、ラララララン、楽しいな。じゃーん、運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来、その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。へえ、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私、中学で演劇部だったの。今のは、舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃん、こう見えても一応、部長さんだったんだから。へえ、すごいんだね、お姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に、あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ。寂しい歌だな。結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作って作って。あ、お姉ちゃんが作ったから聞いたことなかったのか。寂しすぎるから作るのやめちゃった。グーチョキパーデーは小学校くらいの時にやったような記憶があるな。ちょっと悲しい歌なんだね。うん、さてと、そろそろ戻らないとヨウ君帰ってきちゃうかも。ヨウ君？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。あ、ロケット少年か。それが幼なじみのヨウ君ってわけ。それにしてもさすが田舎は開けっぱなしだもんな。あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。いろいろ人間関係が見えてきたね。じゃあお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。はーい、なるほどね、そういうことだったんだね。チョゲット薄羽白鳥。薄羽白鳥なんて見たことない。めっちゃ蝶飛んでんじゃん。なんだこれ。え、亀の子テント。
ちょ、めちゃくちゃいる。来たアゲハチョウ来た。うわ、ここ取りたい放題だな。薄葉白鳥もういないか。あれ、そこ下で降りれんのかな。せっかくここまで来たし。あ、なんかいる。よし、薄葉白鳥、虫かごがいっぱいです。とりあえずポケット、いや、とりあえずポケットはかわいそうだ。行こう。あ、なんかいる。なんだろう、つまべにちょ、なにこれ、ガじゃねえのこれ。え、うっそ、どうしよう。104ミリ、でっか。ちょ、とりあえずポケット、ちょっと待って、とりあえずポケットに入れといて、ごめん、ちょっと待って、すぐどうにかする。ポケットに入れといて、虫かごの、ちょっとあれを、ちょっとどうでもいいよねやつを。うわ、いっぱいいんな、これ。どれだろうな。これかな。これを、逃がしたい。出す。逃がします。ポケットに入れた虫はどこに来るんだろう。勝手にこの中に入れてくれるのかな。つまべにちょ入った。でっか、これレアだろう。これガじゃないの。夏ってなんかこう昼間のこういう時間帯の時はすごいなんか楽しいんだけどな、夕方の、なんだろう、夕日とか見ると夏の夕日はすごい寂しい気持ちになる。ボラ、ボラーレビア、間違えたよー。すーごーい、こんな泳いで大丈夫なんだ。なんかこう空を泳いでるみたいだな。あ、なんか、あれがあるんだってね。なんか王冠、瓶の蓋が。それを探そう。光ってんのかな？こんなん入ったら僕くん死んじゃうんじゃないの？大丈夫？お、なんかあった！ちょっと待って！息が！あ、やばい。ジェットサイダーの王冠。え、ちょっと待って、息が。なんで回復したんだ、今。手に入れた。危な。でもああいうのは本当に真似しちゃいけませんね。危ないから。時間は大丈夫かな。11時。お姉ちゃんのところ行こうっと。ロケット少年と会えずなんだな。あれか、ロケット、落ちたロケット探しに行ってるのかもしれない。お地蔵様のところまで戻ってるって言ってたな。ちょっと寄り道していこうかな。なんか黒い蝶々とかいるけど。なんか蹴っ飛ばせないのか、これ。ここら辺は何にもないのか。あー、なんか魚釣りができたっぽいな、今。なんか魚がいたな。あ、いた！あれ？誰かいるよ。誰？写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。どうも。サイモン。ねえ。今の人、誰？民宿のお客さんだよ。そうそうそう。へぇ、そうなの。それにしても僕くん、今日は楽しかったね。だね、うん、僕も楽しかった。じゃあ、また時間ができたら
お姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ、お姉ちゃん。じゃあね。うん、さようなら、ボックくん。さようなら。あ、3秒ルール忘れてた。いや、なんかいいな、なんかいいな、こういうの。夏休みって感じだな。これがお墓か。違うなんか雰囲気を醸し出していますが、とりあえずどうしようかな。やつらがいないか。あんまりフィールド変えるのも好ましくないから呼ぼう。はい、集合。来た。どこでスタンバってんの。僕一番ね。よし、バリバリに揉んでやっか。さて誰出すかな。でもノコギリしか手に入ってないんだよな。まず俺が相手ね。はいよ。48の一番大きいやつでダメだったんだもんな。47出すか。長女のがでっかいっていう。あ、48の、そっか、昨日負けたやつ出せるのか。出す。なんか強くなってないかい。わあ、スタミナで、ちょっと背中変に押さないで。よし、行け。地の力で勝負させよう。こっちの方が大きいんだからいける。頑張れ頑張れ。どうだどうだ。押せ。うわあ、こっちの方が減りが早いな。うわどんな問題。ぶちかまし。いや、どんどん強くなっていくじゃんこれ。一生ができないんだけど。なんでこっちの方が大きいのに。もう一回負けたやつは出せないんだよな。じゃあ47ミリで勝負しよう。お、でっかい気がする。なんか強そうな感じがする。せいけ。よし、いけいけ、ひっくり返せ、やれ。うわー、こっちのが減り早い。なんだ、ん、なに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 。頑張れ。うわあ。全然一生できない。こんなに難しいんだ。一回も勝ってないから虫交換にすらやってくんないもんな。どうしたら勝てんの。個体値か、個体値。俺たちも元のところへ帰るぜ。はいよ、いいよ。じゃあ砂糖水を塗っていこう。あとはやりたいことは、お姉ちゃんにはもうあったでしょ。魚釣りやりたいな。そうだ、裏山のてっぺんってどこ。あ、こっち。何、ここは 何があるの。そっち渡りきれないんだ。なんかいたぞ今。なんか今ヘビみたいのいたぞ。なんか虫網に振ってみようか。違う。来た。なんかヘビ、トカゲみたいなのいた。あ、バッタか。少量バッタ。バッタはいらないな。蹴っ飛ばしとくか。あれ、カブトムシとか降ってこないのかな。またノコギリさんじゃん。こいつ見た時一番最初強そうだと思ったんだけど、負けてばっかりだからな。で、こっちでお家の裏口に入ると。こっちは何があるんだろう。なんか珍しい蝶々は飛んでるっちゃ飛んでるけど。そうだ、全然僕くんお風呂に入ってないんだけど、今男湯の時間かな。今は女湯の時間です。女湯の時間にここにいたら絶対まずいと思うんだけど、誰も入ってないみたいで、あれかな、後々安子お姉ちゃんと出くわしちゃったり、そういうあれがあるのかな。安子お姉ちゃん自分の家があるからまずないか。サイモンにさっきの写真をもらいに行こう。
できる外国人サイモンならもう現像はしてあるはず。いた。こんにちは。はい、こんにちは。ねえ、お兄さんは何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。カメラマンなの？写真家。そこにある本を見てごらん。それが私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。ナショナル。なんて書いてある？私はここの夕日がとっても気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。へえ。いつまで？夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ。水に熱いものが触ったから？そうそう。しないよ。あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思って。なるほどね、サイモン日本取られたね。味なことを言うね。でも本当はね、私はここが好きだし、ここの人も気に入ったからしばらくずっとここにいたいと思ってるんだ。なるほど。サイモンの夕日の写真を見せてもらおうか。どれ？見れないのがいい。さっきの現像楽しみにしてるよ。さて、今日は何しよっかな。今何時だろう。もう2時半か。おばちゃんの晩ご飯クイズでもやりに行こうかな。おばちゃんどこにいるんだっけ。これおばちゃん探すことがイコールなんか時間がどんどんかかっていっちゃうから気をつけよう。おばちゃんはどこにいるんだ。おばちゃんがいないな。あ、そうだ、もらった10円でなんか買おう。チューチューアイス買ったのも。あ、おばちゃんいるじゃん。急に現れた。おばちゃん、晩ご飯クイズっていうのをやりたいです。ねえ、ぼくくん、おばちゃんと晩ご飯メニューの当てっこしようか。いい、いいよ。じゃあ今日の晩ご飯は何だと思う？白いの似てるからね。酢豚じゃないの。あら汁かポトフだろうな。ポトフ。今日の晩ご飯楽しみにしててね。はい。ねえ、これってヒントはないの？今おばちゃんが作ってるよね。ね冷蔵庫の中がヒントになるようなならないよ。え、今作ってる。冷蔵庫の中見ていいんですか？ちょっと見させてもらおう。は。酢豚、豚は肉は入ってないな。ポトフって野菜でしょ、使うの。違うっけ。あと何があったっけ。あとあら汁か。あら汁、魚の干物はあるけど、なんかポトフっぽいような気がするな。ヒントになるようなならないようなって言ったら、これもあんまり当てにならないのか。なんかだんだんと充実して行動できてきてるような気がしますけど。あとヒカルちゃんにでも話しかけに。おお、夕日がいいね。やっぱりおじちゃんの前をスルーして戻っ、あ、カニがいなくなってるな。この夏の夕日のこの寂しい人恋しい感じがたまらなく好きです。ガキ大将ここにいたんだ。今日は何してんだ。こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ぼっくん来たよ。よっ、何してるの。今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。へえこうやるのさ。コンクリの蓋なんて小学生動かせんの？
遅い。今日は来てないみたいだな。へえ。いつもここにザリガニがいるの？うん、こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。なるほど。ねえ、そこの家って。ああ、それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。もう一回話しかけてみよう。そこの家、以前はおばあちゃんが住んでたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。なあ、怖いこと言うねよ。住んでないのに、毎日新しい猫の餌が置かれてるんだぜ。僕ちょっと怖いよ。僕ちょっと怖いよ。ザリガーニー、ザリガーニー。てかザリガニって言ったらザリガニ釣りなんじゃないの？違うのかな。ヒカルちゃんはどこにいるのかな。おー、ちゃんとこのマップが切り替わって離れたところでも二人の後ろ姿が見れるっていうのに。あ、いた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 。一人ぼっちじゃん。話しかけていこう、話しかけていこう。ところでさ、うわ、いきなり。あんたが大切な夏休みの時間を無駄なく過ごせるように、ヒカルが発明した占いで占ってあげようか。どういうこと？昼や夕方だったら今日何をすればいいか、夜だったら明日何をすればいいか占ってあげるのよ。でも占いなんて。あれ、あんたまさか私の言うことが信じられないっていうの？いや、そういうわけじゃなくて。押されてる。ねえ、じゃあどうすればいいの？押されてるね。じゃあね、まず光が1から6までの数字をなんとなく選ぶの。はい。今日は5ね。はい。1、2、3、4、5。あ、それ知ってる。で、次はその見えてるところから僕が数字を選ぶんでしょ？なんだ、知ってるんじゃない。ねえ、この赤い丸がついてるのは何？それは光の今日のおすすめなの。なるほど、そういうことか。はい、じゃあこの中から。あー、やったー、これパックンチョ占いじゃん。やった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 で、これを今はこう横にこう開いてる状態だから、こう1、2、3、4、5でこう縦に開いたり横に開いて、うわ、やったこれ、やったこれ。じゃあおすすめ、たけしとしげるの部屋。どう、参考になったかな。へえ、なんかのヒントなのかな。さてと、ひかるのお勤め、おすすめも、いいえ、夜たけしとしげるの部屋に行けばいいよね。じゃあまたるなって。おー、なんかひかるちゃんなんか結構面白いことしてくれんじゃん。うわー、やった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 よ、子供の頃あんなの。お風呂に入りたいんだよな。いい加減、僕の体臭いだろうこれ。なんだって3日間風呂入ってないんだぜ。お姉ちゃんチース。おや、わざわざ来てくれたんだ、ご苦労様。どうも。はあ、それにしても今日はいっぱい歩いたね。歩いたね。あれ、うわ、でっかい観葉植物だな。はあ、なんだか疲れて眠くなってきちゃったよ。うん、肩ならいつでも貸しますよ。お邪魔しました。なんか今日は天気があんまり良くないのかな。そういうのあるのかな。ヒカルちゃんは一日中そこに一人でいたら寂しいだろうな。へへ、こんなとこにいたのかい。え、もう飯の時間だ、帰るぜ。帰るぜ。いや、なんか一日一日の過ごし方がやっと分かってきた。でもとりあえずお風呂に入らせてください。いただきます。いただきます。どうしたの、光彦がなんか。ごちそうさまでした。夜ですね。いやー、虫に勝てないな。とりあえず砂糖水の調達と。あ、もう砂糖水は持ってる体になってるのか。じゃあ待って、この上がお風呂だったかな確か。
あれ違うか。まあいいや、おばちゃんに会いに行こう。おばちゃんと、今日の晩ご飯メニューのクイズ。今日の晩ご飯はお野菜たっぷり栄養満点のあら汁に、サバの竜田揚げと絹さやの卵とじです。あ、絹さやの卵とじ好き。外れちゃったね。うん、当てるとお金くれんの？そういうギャンブル性はないの？肩叩きするよ。今日もなんだか疲れちゃったな。はい、肩叩きしてあげるよ。おばちゃん、ねえおばちゃん、肩叩きしてあげる。え、本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。上手にやると10円以上もらえるとかあるのかな。ちょっと早すぎるかな。うん、その調子。ゆっくりやるっていうのもいいのか。こんな感じか、こんな感じか。ちょっと早すぎるかな。うるさいおばあちゃんだな。どうだ。うん、ありがとう。じゃお立ち30円くらいくれるかな。下に置くの？あ、10円だ。ありがとうおばちゃん。このお金もらった時が一番僕くんのテンションが上がってるんだな。で、夜子供の部屋に行くと。子供部屋どこかな。こっちか。来た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 。おいお前、人の部屋に勝手に入ってくんなよ。怒ってる。ごめんなさい。いいんじゃないの？意識いるんだろ。バリア張っても無理無理。でもあまり大きな顔すんじゃないよ。顔が大きいのは生まれつきらしいんだけど。そういう意味じゃない。ああ、ところで昆虫採集セットもう見た？うん、僕の机の上にあったやつだね。そう。あれ、俺もう使ってないから貸してあげるよ。優しい。本当？ありがとう。まあ何か困ったことがあったらまずは俺に相談しろってことかな。兄貴分になりたい。自由研究、僕たちは朝顔を育ててるんだ。へえ、そうなんだ。種をまいたのはここの窓のすぐ下なんだけど。そうだ、なってた。僕ちゃんも一緒に競争する？え、どういうこと？朝顔だ。お兄ちゃんと僕でどっちが早く咲かせるか競争してるんだ。へえ、面白そう。左側のがお兄ちゃんで真ん中が僕で、右端が僕ちゃんっていうのはどう？いいね。毎日水をやればいいってこと？そう、大正解。なるほどね。なんだ？なんだか面白そうな話だね。盗み聞き。おや、カメラマンが登場だぜ。この人サイモンっていうんだ、うん、ずっとうちの2階に泊まってるんだけど。じゃあサイモン、朝顔が咲いてる間だけ毎日1枚朝顔の写真を撮ってあげるよ。大切に育てればそれだけたくさん写真がもらえるってこと？それはやりがいがあるじゃん。楽しみにしててね。いいね。なるほどね。そういう楽しみがこの時代の子供たちだったのかな。テレビゲームとかってそういう時代じゃないかな。1975年でしょ。この6年後にファミコンが発売かな。だとしたら、あ、でもまだ小学生で6年後にファミコンがっていうことは、じゃあがっつりハマるんだろうな、この6年後に彼らは。昆虫採集セット気に入ってもらえるといいんだけど。もう大気に入りに入りだよ。昆虫採集セットね、もう持ってるんじゃないの？これのことじゃないのかな。昆虫採集セットって何すんの？あんまりクワガタってアップで見るとちょっと怖い。これか。あ、虫かごいっぱいになったらこっちに出しとくんだ。でも交換に使えそうじゃないか、これ。交換に使えそうなやつはこの中に入れといて。クワガタパラダイスだな。あ、蜜も乗りに行かなきゃ忘れてた。いや、ちょっとこれは後にしとこう。
サイモンは本当に神出鬼没すぎる。電話だ。ピンク色の電話がある。家の人が使うときはお金を入れるのかな。ピンクの電話っていうコンビがありましたね。ちょっと待って、もうむやみにフィールド変えらんない。今日こそはまずお風呂。いい加減によって、あ、のれんが青くなってる。っていうことは男、超飛んだけど。お風呂入ろうよ、お風呂に。え？ちょっとお風呂って入んなくていいの？今気づいたけど緊張の看板が置いてあった。あれ？のれんが青、赤くなってる。どういうことだよ。あーでも、もっと奥行って山ん中、あ、でも山ん中夜入れないんだよな。で、砂糖水やりたいんだよな。どこだっけ、こっちか。ちょっかやばいよ、いい加減やばいよ。10時だよ、そろそろ朝顔。まず朝顔、最短のマップ移動で。痛い、一番右端ってこっちか。確か左がたけしで真ん中がしげるのやつなんだ、うん、だから右のやつが僕の朝顔になったんだけど、うん、まだ水やりは朝やるのかな。で、木に砂糖水を塗ろう。これで寝るぞ。やばい、10時20分だ。ちょっと余裕持っていかないと。蹴るんじゃなくて、どうしたらいいんだろう。砂糖水使うのは、砂糖水塗ろうか。三角か。よし、ピシッとね塗っておいて、よし、もう帰る。これは今日間に合うか。これ今日もギリギリなんじゃないかな。10時半、マップが切り替わるごとに時間が進んでいく。10時35分、だからそっちに出たら、だからこっちから出ればいいんだな。10時40分、これは間に合ったか。10時45分、10時50分、うわっぶね、10時55分。危なかった。やっと寝れる。どちらを見ますか。絵日記を書いて、安子姉ちゃんに村の中を案内してあげたんだ。幼馴染とまた仲良くすればいいのに。安子姉ちゃんのアップ、うまいな、僕くん。おやすみ。いや、完璧な時間配分。グーチョキパーで何作ろう、何作ろう。右手がグーで、左手もグーで、ドラえもん。動画の更新告知はここをご覧ください。実写動画チャンネルを開設しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。